はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございました。今日はですね、とある方のつてで個室サロンに行ってまいりました。まあ全部のサロンが個室なんですけれども、3発失敗の修正に成功してまいりました。これでですね、パイナップルとかブロッコリーとかセサミストリートのあいつみたいに言われることももうあるまい。ありがとうございました。反撃能力獲得、5年後までに防衛費10兆円、愛国心などを明記した国家安保3文書を閣議決定。評価するは自公維新民民アメリカ台湾、反対が立憲共産社民令和いつもの連中、注視するとして態度を曖昧にしてるのが韓国と、いうようなニュースですね。ネットの話、力こそパワー、何のこっちゃ終わらない、ね、いつもの連中で安心した。いつも反対している連中がいつもの反対してるだけ。パヨは本当に現実を見ない。未だに朝日や毎日を買ってる人がいるっていることに驚愕。パヨは日本の脅威。共産朝日が反対しているので正解。反対派、話し合いが、外交が、パヨと五毛が発狂してて草と。共産と朝日が反対だから正解。この世の真理ですね、これね。単純明快。そして正確、正確にもう、確実に真実を射抜きますね。共産と朝日が反対だから正解、賛成は、朝日抑止力は不確実で地域の緊張を高めるというような論調で反対したらしいんですけど、産経がこう反対してました。国を守る気ねえのか、ねえです。朝日に日本国を守る気なんか全くないです、むしろ破壊したい、混乱させたい。毎日反撃基準が具体的に示されていない。攻撃着手時点で反撃すれば先制攻撃とみなされる恐れがある。産経、反撃タイミングや攻撃対象、そんなの発表できかよ敵に、利することになっちゃいますよね。そんなの発表したらね。立憲共産、9条を生かした外交で戦争を避ける。我々、ウクライナ。これ一言だけ言えばいいですね。9条じゃ守れねえよ。どんな外交してもダメなもんはダメなんだよ。ウクライナ。パヨ五毛の外交とはですね、無抵抗降伏のことであります。で、相手の言うこと何でも聞くっていうのがパヨと五毛の言う外交であって、平和とはウイグルみたく占領され支配される家畜の安寧のことですね。平和つったっていつ殺されるか分かんないような状態に置かれる、家畜みたいにね。これなんだから話噛み合わないんですよ。あいつらが言ってる平和とあいつらが言ってる外交は我々の考える外交と平和と違うものを指してる。それは堂々とですね、中国に下れば平和実現なんては言えないからごじゃごじゃ言ってごまかしてるのね。反撃のタイミングに関してですね、重大発表がありました。浜田防衛大臣、他国が我が国攻撃を着手した時点で反撃しうる、というようなことだけ、重大発表。ネットの話、上陸されたくなければ当然、何気に安倍総理よりもえげつないことバンバン言っちゃってる。救助放棄宣言、パールハーバー理論、それは先制攻撃では。日本に反撃されるのは外国の外交努力が足りなかったからだよ。防御だと言い張れば先制攻撃にならない。元から立たなきゃダメ。もう救助を変えなくてもいい感じ。敵のミサイル発射準備を黙って見てる方がおかしい、などなど、
上陸されたくなければ当然っていう意味は、まあまあ、艦隊で、日本目指してまっすぐ突っ込んできて、その時、黙って指越えて見てるのが話でしょうね。朝日新聞、相手が攻撃に着手したという判断を誤れば、国際法違反の先制攻撃になる可能性がある。なんて書いてて、悔しそうですな。悔しそうですな。北朝鮮がミサイル発射準備しなければいいだけだろ。人民軍がですね、上陸の気配見せなきゃいいだけですね。東京新聞、反撃能力を保有すれば軍拡競争は加速し、相互不信が高まり、誤認による偶発戦争も起きるとか言っちゃって、まあまあこれ冷戦の間ずっとパヨと五毛が言ってた理屈ですよね。大丈夫、相互不信なんてもんじゃなくて、不信なんてもんじゃなくて、向こうはとっくに我が国を敵視してからね、敵とみなしてから不信どころの騒ぎじゃね。反撃できなきゃ確実に戦争リスクは高まりますよね。戦争したくないから守り固めてるんですよね。一般世帯とですね、塀が高かったりドアが分厚かったりするヤクザ事務所ではどっちが泥棒に入られないでしょうか。それ考えれば明白なんだよな。戦争したくないから軍備を固めるっていうのは当然のことですよね。ところが東京新聞とか朝日新聞の言ってる外交と平和は意味が違うから、前提が違うんで話にならんと。攻撃着手で反撃できるっていうことは、今後北朝鮮はミサイル撃ちにくくなるんじゃないでしょうか。燃料を詰め始めた時点で攻撃できるっていうことだね。日本側で北朝鮮に届くミサイル持ってたっけ。政府がですね、ちょっと前にトマホーク500発買うって、これもう買ったんだっけ。朝日毎日など世界中が反対し非難しても、米国さえ納得させられる反撃だったらば万事 OK ですよね。予想はろくな衛星持ってねえし、何とでも発表できますしね。だいたいね、何が起こったか正確に分かる国って米国と日本と、まあイギリス、フランス、ドイツあたりは分かるかな。ドイツは軍備弱いから分かんないかもしんないな。そこら辺納得させられれば何やってもいいんですよ。何やってもどうせよその国は我が人だから。というですね、ゲス顔です。林ウミガメ外務大臣、今月中に訪中し、王毅外相と意見交換したい。中国政府来んな断られたって。できる状況にないっていうことで、ネットの話、そりゃ当然だろ。今の中国にすり寄る価値ない。盛大にはしご外されたな。コロナでそれどころじゃないんだろ。そんなにハニトラされたいんかこいつ。敵国と意見交換などしなくていい、仮想敵国扱いして会ってくれは虫が良すぎでは。山田博史参議がですね、外相はウミガメは安保三文書の説明に行くんだって。中国が軍事について我が国に説明しに来たことがあるか。訪中に反対だ、だそうで、なんか説明しに行って、まあ、丁寧な説明ですか。ネットでもですね、慰安旅行がや、どうしても行きたきゃ奥さん連れてけ、抜きたくなったのかそろそろみたいな下品な投稿も、私は下品なのが大嫌いですから、覚えちゃってるんですけど、散々でした。キモいっすねまあ端的にキモい。林外務大臣、お花畑の岸田政権とハニトラ恋しいウミガメ林がですね、丁寧な説明しさえすれば分かってもらえるとでも思ったんでしょうかね。中国に備えて防衛費を倍増します。それ説明するんで会ってください。さすがにね、虫が良すぎない。あるいはですね、日本を攻撃する気満々だから反撃能力の話されてもっていう中国側の
事情かもしれない、日中外相会談は3年開かれてないそうですけど、まあそれでいいですね。腐れウミガメの生育に、我々が国が付き合ってらんないですよ。バカバカしい、共産党現役党員がですね、代表選挙やれっていう本を出版すると判明し、独裁23年目の C 和夫涙目のニュースであります。ネットの反応です。粛清&粉書の予感。この人総括されちゃわない？生き残ったやつが党首かっこ物理、そんなことより回答だ。いつまでもしがみつくから。 C さんは議席減の責任を取ってやめるべき。もう入れ替えなしでだらだら衰退していくしかないわ。今日聞いた話なんですけど、代々木にある共産党本部なんか小汚くなってきちゃって、汚いんだって、掃除が行き届いてない、なんか古くなっちゃって、ちょっとね、落ち目ですからないですよね。代表選挙なんかやったらそれはもう共産主義ではありません。一番大声で、嫌がらせと粛清がうまいやつ、他の人の足引っ張るのがうまくて蹴落として上に上がっていくやつに従うのが共産主義ですからね。中国共産党の歴代見ればわかるでしょ。誰しもですね、俺が正しい、俺に従えってわめくのが共産主義です。なんで代表選挙なんかやったら論より大声、嫌がらせ、最後は暴力っていう共産党のポリシーを否定することになってしまいますね。まあ、形だけ、やっかもしれないですけどね、形だけ。イラクのサダム・フセイン大統領が健在の頃は、まあ一応選挙はあったんですよ、イラクで。で、投票率が 100%、サダム得票 100%、これには大笑いいたしました。国民の義務かのように、選挙やって国民の義務かのように、サダムに投票してた。もちろんですね、それに逆らった人は、まあ、ダメなんだろう、排除されるんだろうな。共産党が代表選やっても、多分、これなんじゃないのかな。投票率 100%、C 活動が 100%、一票も本人すら入れない、候補者本人、すら入れないっていうことに、茶番になるんじゃないか、思いますけど。カルトの教祖はですね、なんか突き抜けた変なこと言うやつでないとね。教団内の選挙で教祖選ばないでしょ、カルトは。共産党もですね、貧乏信者騙して寄付させて上は豪邸住まいっていうカルテそのもの、カルトそのものですしね。デニー沖縄知事、私や副知事が中国、韓国、台湾に行き、緊張を緩和する方針。まあ、好き勝手な外交を展開する、みたいなことを記者会見で言いました。ネットなんです。外交は国の専権事項。自治体が外交やったらダメだろ。もう隠す気ないのな。いつの間に琉球王になったんだ。沖縄は、独立したっていうやばい意味になるぞ。すでに独立したつもりで、しかも自分が代表のつもりなんだろうな。アジアを緊張させている張本人がデニー、そろそろ外観誘致もマジで視野に入れんと、少し県民のために働いたらどう。公安マークしとけよ。もうとっくに上位リスト。ウクライナの新ロシア派組織ってとこだな。以前アメリカに行ってろくに相手もしてもらえずカラオケして帰ってこなかったそんなことあったな。まあ琉球王になったつもりなんでしょうね。で独立して、ふらふらと中国の属国にしてもらいたい、勝手にうろうろしたいっつ、日韓併合1910年に先立つこと5年の1905年、大日本帝国がですね、大韓帝国かっこ小、これなんでかっていうと、他の地域併合して多民族を一部としてないと帝国って言わないよって、他の国、先進国にみんなに止められたんですけど、いいやっつって帝国ってつけちゃって笑われたっていう、が外交権を没収しました。1905年にですね、日本が開国、韓国の
没収権、外交権を没収しました。なんでかっつうと、その当時の韓国政府の、つまり大韓帝国の中の人が、日露西新、日本ロシア新にそれぞれいい格好をして、勝手な約束して、それが矛盾するような約束だったりして混乱してた、もう黙ってらんねえということで外交権取り上げます。以後はもう勝手な外交すんじゃねえぞこれってやったのが1905年。半島住民に併合が発表されたのは1910年でしたけれども、このね、外交権の没収が実質的に併合の開始でした。国家の体験っていうのは、徴税、これは内政も含みます。効率よく徴税できるように、国内の整備も必要だよな。産業の育成も必要だよな。あとですね、無敵の人を作んないように、まあ、福祉も重要だよな。2番目、通貨発行の体験、ですね。国家じゃないと通貨発行できませんからね。あと外交。これ戦争を含みます。戦争は外交の一手段であります。戦争を避けるために外交があるわけではない。概念が違うと。そのうち外交、つまり戦争する権利とか、そういうのも取り上げたから、まあ属国開始ですよね。デニーのこの発言はですね、独立するますっていうのに等しいんですよね。党の本人と周囲はそれ理解してるんだろうか。物理排除もやむなしの状況に自ら進んでますけれども、まあダニングクルーガーには分かんないか。自分がどんだけやばいこと言ってるか。どうせね、中国とか韓国行って好き勝手喋っても、どうせ誰も相手しくんねえよなって、思われて放置されてんのかな、公安にな。今日の単身です。短いニュース。パヨの巣窟、共産党の食いぶち、直ちに廃止した方が日本のための学術会議が外部推薦、政府改革案に反発。70年続いた独立性が、これどういうことかって言いますと、会員が推薦して次の会員を決めていたのも、のをですね、外部の意見も取り入れろっていう政府改革案、に反発してるということなんですけど、独立性って言ったって、やりたい放題って意味じゃないんですよね。で、今現在、パヨの会員が、やっぱり今の次も、パヨの会員引き入れる。で、だんだん減ってって、まともな人が、全員パヨになってしまった、いうですね。だがしかし、学術会議って、内閣府の一部じゃなかったっけ？政府の一部が政府改革案に逆らうって、なんだそれ。どこまで突き上がってんだろ、こいつら。調子に乗ってんのもいい加減にしろって話なんですけどもね。70年の歴史で、なんか誇れる業績とかあったのが、軍事研究の妨害ぐらいしか目立った仕事してなくない？あとね、レジ袋有料化、あれは私たちの提言です。なんて発表しちゃって、余計なことは、ふざけんじゃねえぞ。非難豪語されてたのが、業績なんでしょうか。自分らで言うほど素晴らしい組織だったらですね、税金なくてもやっていけんでしょ、十分。民間で、寄付受けて。19年に完成した国立競技場、代々木のかな、民間のどこも引き受けず、国のお荷物化しております。現在までにかかった維持費は56億円。もちろん全部国税と。官僚の立った計画って、責任取んねえからね、自分でね。自分で責任取んねえ計画だから、ずさんが仕様です。どれも大抵ずさん。出産数の見積もりとかも、大概やばい。年金の徴収とかも、大概甘い。まあ、食料自給率も、大概甘いっていうか、
あれはね、あのどこも、使ってないカロリーベースっていうインチキ使ってますから、低くは出んですけれども、さらちにすればいいんじゃない、さらちにすれば。で、ビルでもなんでも建てたらいいべん。一等地なんだからさ、セレブマンションとか。存在する限りは維持費かかるっていうんだったら、それしかねえんね。共産党本部の目と鼻の先に、まあ、自衛隊の基地作っちゃうとか、警察の、本部移転しちゃうとか、それもありありのありですね。警視庁の、出張所みたいなのができるとこもありありのありですね。テロ組織対策チームの拠点を作っちゃうとかね。まあ、共産党本部の目と鼻の先ですから。TBS 番組、ムスリムのための土葬墓地が全国に9カ所しかない。かわいそう。湿度が高い日本で土葬は伝染病多いから無理なんですよ。ドイツでやってるみたく、ドイツに住んでるイスラム教の住民がやってるみたく、生前の積み立てでね、遺体を母国に送ってもらって、そっちで埋葬する互助会やれば、ムスリムの国に、日本に土葬の墓地作れっていうのは、ムスリムの国で、とんかつ屋とか家系ラーメンをオープンさせろって要求してんのと同じことなんですよ。向こうはあの豚食えないじゃん。そこの国内にとんかつ屋オープンさせる。それで言ってオープンさせてもらえるのかいう話であります。それと同じことで、そんなに返すだったら TBS の敷地内に葬ってやったらいいんじゃねえな、土葬でいう話でありますね。ラッパーの BK こと韓国人の金平翔、コカインをブラジルから密輸しようとして逮捕。大阪生野区、こりゃすげえ場所で逮捕されたな。BK ってバカっていう意味ですかね。このニュース見た時すぐにこれ思い浮かびました。ジリアントリックス国連難民高等弁務官補、高等弁務官補、来日公演、難民受け入れもっと増やしてほしい、日本に対して。うるせえやつ、そんなにいいんだったらおめんじで引き取ったらいいべってね。国連って聞いてありがたがる昭和はとっくに終了してるんですよね。昨今はもう国連は日本国の敵である、ドイツもこいつもろくなこと言わねえ、パヨが上手に利用してやるっていうのがまあ常識ですよね。ゼレンスキー大統領電撃訪米、バイデンと会談、2500億円相当の軍事支援取り付け成功。ロシアの凍結資産が世界中に約45兆円あるんで、まあいくらでもレンド、貸せますね。レンドリース法可決しましたけども、無制限に、武器貸すやっていうウクライナに、アメリカのあの上院下院でレンドリースを可決しておりますけれども、まあまあいざとなったら凍結資産没収してこれ当てればいいから賠償金だっつってね、まあいくらでも渡せますよね。韓国政府、北朝鮮攻撃には我々の許可が必要、日米政府うるせえ、表明したことに韓国ネット民が大動揺してるみたいであります。韓国を攻めるつもりか、責められる自覚あんのかね、後ろめたさ、大統領が親日だから甘く見られているなどなど、まあストレスで免疫が低下するといいですね。韓国内でそこそこヒットしていた韓国蜂蜜、半分以上が砂糖水であったと判明いたしました。なんていうかほっこりしてしまうニュースであります。女の敵は女みたいなもんでしょうか。こんなもんでしょうか。というわけで、散髪失敗の修正も済んだところで、メール党員さん並びに、立候補してくださる支部長さん、大募集で出れます。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。